はい、こんにちは。過去問研究、今日は東海中学校の消去算の問題を解いてみましょう。中学受験桜ららチャンネルはこの私、滝川直樹は3。5年間の塾系えー、ま塾、あ、業界でね。生きてきた全ての経験を公開するという動画です。もしよかったら、えー、この動画。よかったら再生とえっ、ーえー、となんだ。チャンネル登録、そして再生リストにも行ってみてください。 皆さんがちょっとわからないんだけどなっていうのを理解に変えてくれる動画に出会えるかもしれませんさあじゃあ早速やってみましょう A 君、B 君、C 君の3人がどんぐりを合計512個拾いました B 君、C 君が拾った個数の比は5対3でした A が拾ったどんぐりの40%を B に60%を C に上げると B と C の個数の比は31対33になります ABC はそれぞれ何個拾いましたかさあじゃあもう一回読みながら整理してみましょうさあもともと A 君 B 君 C 君全部で512個拾った、ね、でそして B 君と C 君の拾った個数の比は5対3だった B 君 5C 君3さあしかし A は分かりませんしかし、か A は拾ったどんぐりの40%を B にあげ、60%を C にあげてしまった。まあ、全部あげたんだよね。さあ、A がもらった、え、A が取ったものを A とすると、ね、さあ、A、40%、0.4×B 個、あげちゃった。ね、あ、A 個か。0.4×A 個、あげた。さあ、C には、 60 0 6る a 個上げたで全部で31対33になったということですさあじゃあ A 君 B 君 C 君それぞれ何個拾ったか、ね、さあ分かるものからやっていきましょうさあ A 君は全部上げちゃいましたでその全部上げちゃって、えー、この全部の B と全部の C が B と全部の C が 31対33ですから、この段階で、えー、512かける、さあ31対33、64分の31をすれば、今の B の個数が出ますよね。さあ64、512、8だね、これね。えー、8かける31、248個。さあ B はこれ248個です、今。 C はどうかというと、512×64 分の33ですから、8×33、3パ24、3パ24、264個。さあ、じゃあ、A、B 君248個ある。そして、C 君264個あります。さあ、その次。ね。 えじゃあビー君、ねこれで式作れますね。A かける零点四足す五が二百四十八個という式作れますよね。ね零点四かける A たす五が 二百四十個。C も作れますよね。A. かける。零点六たす三。二百六十四個。さあ、そしたら。A. かける零点四、A. かける零点六。 1.2に揃えましょう。上を3倍して下を2倍すれば A が A かける1.2で揃いますよね。さあじゃあこの式3倍してみましょう。A かける1.2たす15が248かける3番830。 四 3, 24, 4, 3 12、十二の十四一句に上がって三二が六で七百四十四ですねでそして、えー、下二倍します×二倍 1.2+ 三二が六ですねイコール二百六十四×二二四が八六二十二二二人が四五百二十八さあじゃあ上から 下の式を引きますね。a ×1.2××1.2 なくなっちゃいます。15−6 は四角9。744−528612216 そして216で1四角は9で割って24か。ね。 四角一が二十四になりますね。これね。さあ、四角一が二十四になったら、えー、っと。もともと,と何個拾いました。なんですから。B の五がわかりますね。B の四角の五は。一が二十四ですから、二十四かける五で。百二十五個です。しえー、っと。 120個、ね、さあ B は120個 C も分かりますね C は3だったわけですから3 2 4る3の72個ですね72個さあそして A はというと512個から120足す72を引いて 192、192引くと0、11引くで2、4引く1で320個。まあ、この人、すごいね。A 君は320個。だけど全部上げちゃったんだね、これね。320個。A 君320個、B 君120個、C 君72個です。さあ、実際にちょっと見直ししてみますね。さあ、320個の 0.4を上げた。そうすると128個ですねこれね 320×0.128 個ですさあこれ足すと248個です、ね、さあその C 君。6割60%上げたわけです6に12サブ618192個合わせると264個合ってますねねただし、 これが東海中学の小去算です。ね、ああ、難しいですけどね。しっかり問題読んで条件整理していけば必ずできます。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったら再生リストにも行ってみてください。では、今日はここまでにしましょう。